はい、2015年 1月4日の日曜日ですね、やったことといいますのは、1月3日に引き続いて、天気はね、今日も1月4日もとてもいいので、今、YouTube の動画をね、撮ってます。まとめて撮ってますね。本の感想とかね、ご挨拶とか、あるいは、年頭所感のようなことですかね、思ってるようなことを、思うがままに、喋って撮っています。で、今 YouTube で思い出すのはですね、YouTube の本というのがですね、たくさん今出てますね。で、私もYouTube の動画を発信している関係上、ほぼすべて、読んでます。買って読んでいますね。最近はね、本屋さんで見て、あ、これはもういいかなというような本もあって、その絵はもう買わないで済ますということもありますけれども、ほとんど読んでますね。十数冊ありますね。で、その中で特にピンときたというか、私の場合に役に立つなと思ったのが数冊ありますから、その本についてはね、それらの本については何度も何度も読み返してます。専門家ではありませんから、技術的なことをというよりも、自分が何を伝えたいかっていうことですよね。で、何のために YouTube 動画を使っているのかとか、そのあたりの基本的なことに、ついて書いてある本というのはそんなに多くないんですよね。だから、それらの本 に限ってですね、何度も何度も読み返しているというのが実態ですね。